グレ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 って真っ黒い影がくれくれ動いたんですよ。真っ黒な影の人型のものがスーって入ってきたんですよ。ちっちゃい子を住んでた映画幽霊屋敷やったんですよ。今日じゃないって言ったんですよ。なんか岩尾さんさっき足音の話があるっておっしゃってましたけど、うん、いやそうなんですよ。だからこれお話聞いててすっごい僕似てる体験を自分でしたことがあって。ご自身の？そうです。あの変な話なんですけど、僕はあのちっちゃい子を住んでた映画幽霊屋敷やったんですよ。これ本当にいろんなものが出たんですよ、うん、なんか普通に今でみんなで話してると急にこの廊下にあるあのトイレのドアがイーッと開いてバーン閉まったり、みんなもうあ出てなんかいるねみたいなこと言ってるんですよ。で僕とは怖かったんですけど、僕兄貴いるんですけど、兄貴の部屋で当時ファミコンで遊んでたちっちゃい頃ですよ。そしたらもう夜遅くなってたら、兄貴の部屋がその1階の奥の部屋なんですけど、外から上からこうドンって何か落ちた音がした、うん、で、やったの声が聞こえて、でその後トン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 って壁伝いにこう足音がして上に消えてったんですよ、うん、その僕ん家の周りって結構猫がいたんで、あ猫かなってこう猫トントンいったのかなと思って僕ゲームしたら、もう兄貴のキャラクター動いてないんですよ。ゲームやってる、えどうしたのって言ったら、もう青ざめてガタガタしてて、もう今の聞いたろって言って、猫じゃねえぞ人だろ、え猫だったらトトンって登っていくだろって、一歩一歩踏みしめて登ってったよなっていうのがあったりだとか、自分の体験の中でも相当多分一番怖いぐらいの体験があって、さっきのむさん、まあ、投稿者の方もご投稿してくださった通りなんですけど、家族の足音って分かるんですよ、うん、でちょうど僕もこうなんか寝てるか寝てないかみたいな感じでうとうとうとしてる時に2階に子供部屋があってそこで寝てたんですけど、階段を上ろうとは聞こえてきたんです。ドン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 って、あお父さんだなと思ったんですよ。分かるんですよやっぱ上るこの癖で、うん、でドン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 、何段も何段も登っても上まで来ないんですよ。ずっとお父さんの足音がドン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 って聞こえてて、で僕はもうまどろんでるわけで、ちょうど本当に夢と現実の境みたいな感じだったんですけど、なんか聞こえるなと思ってたんですけど、それがもうしばらく本当多分10分ぐらい聞こえてたんです。だんだん覚醒してきて普通に起きたんですよ。で起きてもうドンドンドンって言ってるから、なんかね自然と声出ちゃったんですよね。お父さんって言ったらどん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 と上ってきて、子供部屋の扉ガラッて開けたと思ったらグレ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 って真っ黒い影がくれくれ動いてたんですよ。で僕の記憶ここまでなんですけど、はい、家族に聞いてみたら、僕はあの何ていうんですか、グワッて反ってブリッジみたいな形になるまで反って泡吹いて失神したって言うんですよ。絶叫して、でも周りのご近所の方もなんだなんだってなるぐらい絶叫して失神したんですけど、大学生ぐらいの時にちょうどそのオカルト系のその情報を集めてた時に、都市伝説で、はい、くねくねっていう都市伝説があったんですよ。ありましたね。田んぼの向こうとかになんかくねくねしたなんかが見えると、あれ見ちゃいかんよ気が狂う、うん、見た人は発狂して気が狂ってしまうって言われた話なんですけど、それ見た時にゾッとして、俺んちくねくねいたんじゃないかなっていう、くねくねの家だったんですね。もう家にもいたんじゃないかと、もう本当にあの僕その後しばらく声が出なくなるぐらい叫んだらしい。そういう話があって、もすごいその足音とか黒い影とかなんかお話の中でリンクしちゃって、そのトントントンって永遠登ってた音がドド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 ンってドドドドドドンってきたんですよ。僕がお父さんって言ったら、ノムさんの話もずっとこうね足音だけだったのが部屋入ってきてうーってきたんですよね。なんか最後自分の方来ますね。あそうですね、うん、でそれどうなっちゃうんですかね。うんそうですね。仲間の例、仲間の妖怪とかなんですかね。あなんかその親戚みたいなちょっとこう同じ、でも似てるような何かなのかもしれないですよね、うんうん、なんか幽霊な気しないんですよね、うん、なんかちょっと分かります、分かります、はい、うん、ちょっと何なんですかね、うん、なんか私の前あのなんかアメリカ人のサイキックの人と話して、はい、なんかちょっと前にまあ、そこまで怖くない黒い大きな影が部屋に来てなんか動いてたんですよとか言ったら、あそれは二次元人だよとか言われて、二次元人なんか二次元だから影しかないけど、でも二次元人はなんか人間に憧れて
るから、あの二次元人見たら応援してあげた方がいいよとか言って。応援、はあ、応援、二次元人頑張れみたいな、3になれよ、そうそうです、ね、頑張ってあと一つ増やせよみたいな。だからそういう、でもさ聞いた話はもっと怖いから、はあ、二次元人を、はあのような平和の存在じゃなさそうですよね。ただ昔からその二次元人かどうか分かりませんけど、はい、薄い幽霊の話っていっぱいあるじゃないですか。 ありますね、隙間の中にとかね、ありますよね、このそうそうそう、隙間にずっとここにいるんですっていう ね話とか、なんかそういうのは実際いるのかもしれないですよね。なんか今のお話聞いてまたゾクッとしたんですけど、僕の記憶にあるその黒いグネグネ薄かった感じするんですよ。うわー、二次元人だ、うん、なんか立体的じゃなかったんですよ。それはね本当に覚えてて、いやだから気持ち悪いね、二次元人なんですかね。二次元人、ね、二次元でも、うん、なんか嫌だっていう思いで、うん、常にイライラしてる二次元人かもしれないですね。で応援してあげるといい。そうそうですね、うん、だから家にいて寝てる時に来られたらもうなんかどうしようもなくないですか。しかも何ですか、答え見つからないですかこれ、うん、なんかそのきっかけとか、うん、原因もわからないから、うん、だからそうなるともうこれ見てる皆さんもそうだし、はい、自分もそうだし、なんか家で寝てる時だって一番無防備で幸せな時間じゃないですか、うんうん、一番気持ちいい時ですよ昼寝の、うん、そう、はい、その時の足音めちゃくちゃ怖いなっていう、怖いですよね、どうしてくれるんだよ、知らねえ、あんなこう幸せな時間だったのに、はい、その時間もなんか恐怖があるかもみたい な、 そうなんです、ちょっと警戒しなきゃっていう。差し込んでもいいですか、はい、霊がちょっと喋るっていう話だったじゃないですか、はい、霊がよくわからないことを喋るのが僕一番怖いなと思うんですよ、うん、で僕がいただいたお話の中に一人の男性が夏休みのある日に、男性がご主人様なんですけど、自分の息子さんと一緒に昼寝してたらしいんですよ団地で、奥様 と、もう一人の子供がコンビニなんかアイスかなんか買いに行ったと、うん、で2人で帰ってくるの待ってたんです。 で昼寝してて横になってたら金縛りになって動かなくなって、ああこれまずいなと思ったら、ガチャって扉が開いて真っ黒な影の人型のものがスーって入ってきたんです。うわって思ったけど体が動かないから、自分の子供を守んなきゃいけないってなるけど体も動かないと、あこれはどういうことになるんだと思ったら、それがパーって近づいてきて、この目の前に来て、今日じゃないって言ったんです。でスーって壁に消えて、で結局それだけの体験なんですけど、今日じゃないっていうその意味は何だったんだろうとか、霊って余韻残すんですよね。余韻残しますよ。わかります。ガセネタもよく言いますよね。ガセネタみたいな多いですよね。ガセネタ。はい。なんか 前もなんかそう話がバリっぽくなった時に、なんかバブル崩壊は裏場から始まったみたいなこと言われて。誰にですか。あ、霊に。霊に。なんかバブル崩壊は喋るんですね。裏場から始まったみたいな。なんかそういうたまにそういう。ガセネタを言う霊がいるんで注意してください。いやでもガセネタが分からないですけど、まあですね、それでもそのナメコさんの話なの。あ、そうですそうですそうです。急に言われたんですか。なんかそうです、なんか寝やっぱりその寝入り花だったり朝起きそうな時とかにちょっと語りかけられて、大体がガセネタで、大体はってことは、じゃあそのバブル崩壊は浦和から始まったとか、始まった以外にもガセネタいろいろ使わされたと思いますよね。な、今までどんなこと、うん、なんですか。あとはなんか JP モルガンに行った方がいいとか言われて、わざわざその会社まで建物まで行ったんですけど、特に何もなくて、あんまり例の話本気にしない方がいいですよ。例の話は話半分でっていう、なんかこれいい情報ですね。そうですね、今日いろんなこう、まあ、お話聞いたと思うんですが、はいはい、逆にこのなめこさんの方からなんかこうみんなに聞いてみたいこととかありますか。そうです、なんかたまにそのイベント会場とかで怪談師の方が女性に取り囲まれてるシーンを見るんで、怪談師ってモテるのかなと思ったんですけど、どうですか、ね、やっぱもう来んのやめてもらってもいい。何その質問最後に。そういう、はい、夢があるのかなと思って、仕事としてどうですか。でも最近確かに怪談ブームだし、はい、でやっぱりあの例えば田中俊之さんっていうね、はいはい、いわゆるこう呪物持ってうわーってやってるちょっと不気味なあの男がすごい人気だったりするわけですよ。可愛いって言われてますからね。そうアイドル的な、ね、はい、存在になったり、まあ、確かにすごいチャーミングな男だなのが分かってるんですけど、はいはい、でもなんかやっぱりそうなってきてます。肌で感じますか皆さん、どうですか。結構いろいろプレゼントとかをなんか事務所に送っていただくこととかも結構多かったり、あとファンレターを、僕ら太田プロなんですけど送っていただいたりすることも結構多いんで、太田プロいろいろなタレントいるじゃないですか、マネージャーに言われたんですけど、数ある太田プロの芸能人の皆さんたち差し置いてプレゼントの量一時1位です。
なさい。やっぱり何かその怪談師、まあ人柄ね、まあ、すごくこう気さくで柔らかいっていう優しいって部分もあるかもしれないですけど、やっぱこうビシッて怪談話してる部分がなんかちょっと刺さるんですかね。ギャップがあるんですかね。今日どうでした？まあ、今回お二人の怪談聞いた時やっぱりかっこいいなみたいな感じもそうですね。やっぱりそのドキドキ感が吊り橋現象みたいになるのかなと思いましたね。なるほど、そうか、はあ、それでこうちょっと好きみたいな感じ。あ、そうですね。だってあのあそこにいる川口、はい、まあ、のホリプロコムの後輩なんですけど、バナナマンさん、スピードワゴンとかね、いろいろいますよ、はい、差し置いて一番多いですからね、ファンレターとか。すごい、やっぱり。あの多分僕の場合は多分ダメだから、なんか何とかしてあげたいみたいな方かもしれないですね。まあ、母性本能もっていう、両方いけるんですね。岩尾さんとかどうですか、なんかそうやって女性の方とか。でも僕もそういうイベントとかやったと、確かに女性の方来てくれるようになったんですけど、あの最近すごいショックだったことがあって、うん、来てもらって、岩尾さんって肩叩かれた瞬間に汗って言われて遠くに行かれたのが一番。それはありますよ、うん、ある。僕も街っていうか普通に地元の駅歩いてて、パーって人が寄ってきて、うん、すいませんすいませんって言うから、あ、これ俺のこと YouTube で見たのかなと思ったら、昔あの1丁目のコンビニでアルバイトしましたよねって言ったんですよ。本当にアルバイトをしてたんですけど、そこでレジをよく打ってた人が俺を見つけて声をかけてきたって言って、あの時レジを打っていただいたものですって。鶴の恩返しみたいな、恩返されるのかなと思いましたけど、全然知名度上がってないですね。裏初耳怪談配信チケット発売中。いや、そんな話ダメだよ。で、結果お蔵入りになっちゃった。住む場所も区別されてしまう。テレビでも YouTube でも聞けないヤバい話が続出。さらに現場がまず写真こちらです。豪華ゲストも極上の怪談を披露。ここだけの恐怖を見逃すな。やべえってよ。というわけで皆さんいかがだったでしょうか。この番組、視聴者の皆様からですね、身の回りで起きました不思議な体験随時募集しております。もう個性的な怪談に揃っておりますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。というわけで、ゲストは岩尾カイキスキーさんと新さんなめこさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。